アモイの食堂の小型の土竹の孤島と赤い、垂れ中型の土竹の孤島と付け合わせのナます土竹のとをまたは塗り竹の孤島とは、中国福建省の泉州市、アモイ市近郊の郷土料理で、星口動物のサメ肌干し虫類を煮こごりにした料理である。石江省から海南省にかけての近海の砂地に生息する、星口動物、 サメ肌干し虫メサメ肌干し虫かの土竹の子を一日ほど泥を吐かせ、さらに押して内臓の中から異物を出した後、繰り返し洗い、水でグラグラ煮てからワンやバットに入れ、冷やし固めたもの。この土竹の子にはコラーゲンが多く、煮ることによって煮汁に溶け出してゼラチンとなり、冷やすとゼリーのように固まる。貝の出汁と塩などで薄味をつけておき、 そのまま、または酢、酢醤油をつけて食べるほか、唐辛子味噌、おろし、または刻みニンニク、からしなどの調味料や、コリアンダー、トマト、酢漬けの大根、人参などの薬味と合わせて食べることも行われている。もともと、新興市安海陳周辺の郷土料理であったが、現在は、泉州市、天井市の多くの海鮮料理のレストランで食べることが、できる。また、 先週市の中山寺、新興市の陽光炉などの繁華街、あの市の歩行者天国となっている中山寺などでは、露天商もこれをよく売っている。大きさには1から2匹が入った直径4センチメートルほどの小さなもの、数匹が入った直径6センチメートルほどの中型のもの、十数匹が入った直径8センチメートル以上の大型のものなどがある。大型のものは、 切り分けて出されることもある。作られ始めた時期は不明であるが、新代には記録があり、終了後は正気で、弱は、で、しばしば土竹の子、等を食すが、味は、花肌うまし。だが海浜にいると聞き、形はミミズに似た生子である。などと記していることから、少なくとも350年以上の歴史はある。 アモイで、現在のような丸いワイン入りのものが普及したのは、1930年代に、安形県出身の両カネエが、アモイの港で採れた、土竹の子を使って作り、市内を売り歩いたのが大きいとされる。味が良いと評判で、中山公園サイモン付近で売っていたことが多く、サイモンド竹の子等と,と呼んで、他のものと区別された。後に、両カネエから仕入れて、 自分の店に置いて売るものもいくつか現れた。晩年、中山公園祭門付近の都に指示に店を構え、1990年代に、両家姉が亡くなると、息子の両店が夫妻が後を継ぎ、現在も人気店として営業をしている。両家姉が存命の時期でも、アモイの埋め立てや都市化が進んでほとんど、土竹の子が取れなくなり、福建省北部から仕入れるようになった。 近年は、復建昇格地の工業化が進んで、土竹の子の漁獲量が減ったため、石膏症などからも運ばれており、石膏症温冷子などでは、人工養殖も行われている。素材である、石膏症温冷止産の冷凍、土竹の子の栄養素を分析した例では、次のような結果であった。水分80.97%、タンパク質12.00%、 ミネラル2.13%、炭水化物1.58%、脂肪1.26%。また、脂肪分の内訳では、脂肪酸が84.93%、コレステロール15.07%と、比較的低コレステロールであった。総脂肪酸のうち、アラキドン酸が20.11%、エーコサペンタエン酸が4.14%、 ドコサヘキサエン酸が2.04%と、不飽和脂肪酸が高かった。また、アミノ酸では、必須アミノ酸のすべてを含み、特にグルタミン酸、グリシン、アルギニンを多く含む。土竹のこコ湯は、本来は土竹のこで作るスープであるが、大きなワインやスープ容器に入れて作る、少し淡白なニコごりをも土竹のこコ湯と称する。 A.B. 集長化受変、甘い型原始点、p 五十三チャンス教育出版社、九百九十三年、南京 A.B. 五広式、鎮補化、コカ川農政虫人工繁殖試験、海洋科学二千十年第三十四巻第三期、ピアニッシモ十一から二十五二千十年、中国科学院海洋研究所、陳太を正し、ワールドレジスター・オブ・マリーン・スピーシーズのように、 弓形側のオセせム・シファスコロッサマアルクアタムのシノニムとする見方もある。顔年安、先週美食進行度竹の子、と、先週空港2011年第3期、ピアニッシも76から77、2011年、先週空港雑誌社、進行予在場食度竹の子と、味、アジジンアラタビ、ただし文政を買いは、ま、形に耳見見ず、即砂立みなり。 洋ム無派、アモイ美食加工、ピアニッシも40から41、2001年、福建人民出版社、復州、ISBN7 から211039949、週迎え松、手納むジ女、杉林、理光酒井、現将軍、小川農政無視主要栄養要素的分析、栄養学法2007年第4期、2007年、中国栄養学会、 軍事医学科学院、電信、ありがとうございます。